です、えー。サッカーやめたいなと思ったら、えー、この動画見てほしいなと思うんですが、えー、サッカーやめたいなっていう時点、まあこれね、えーまあ、いろんなやめたいがあると思うんですよね。矢田部の場合負けたらすぐやめたいんですけど、えー、ゲームで負けて自分がちょっとうまくいかないとやめたいなっていう部分が多いんですが、えー、多分この動画見てくださってる方は、えー、お子さんがサッカー向いてないとか、またチームの中でちょっとね、えー うまくいってないとか、これはお子さん同士、またはね、監督、コーチとの関係性もあるとは思うんですが、えー、この辺、大人、まあお父さんお母さんが見てセンスが長いと感じるとか、この辺もあると思います。えー、で、これサッカーやめる前にやってみてほしいのは、一、えー、回ね、あのー、や田部の個人レすス受けてほしいと。まあ別にこれ、ね、あの別に、うん、売り込みでも何でもなくて、 あの、サッカーの上手くなるならないっていうのは、あの、ある程度はラジオ体操できれば上手くなるって私はよく言ってるんですね。まあブログでも書いてるんですが、あの、体の動かし方なんですよ。あの、まずボールのコントロールを大体みんなしようと思ってる子は上手くないですよね。ボールを思いっきり蹴るとか。 あのだから自分の体のコントロールなんだよってこの部分がちゃんとよく分かってない。で、この体のコントロールをするためには、えー、結構こう、無茶な体の使い方をする、地球に反抗するような、えー、形、まあ、とても負担かけるようなやり方をしてる子多いんですよ。それはうまくいかないよと。 で、これがお父さんお母さんも分かんないから教えてあげられなくて困ってるっていう場面で、えー、サッカーやめたいとやめさせないといけないから向いてないなっていう話になるっていうパターン。えー、これはもうずーっとなんです。私この仕事を始めてから。なので、実際にこれどういうふうに改善するかっていうと、簡単に言うと、自信つけさせちゃえばいいんですよ。 てか、できるなって実感ができればいいはずなんですね。これは大人も子供もですよ。これは見てる側からしてもそう。えー、あ、できんじゃないって思わせる。あれ変わった。変化がある。で、これ何なのかっていうと、まず、えー、大きな原因は、サッカー自体を理解してないんですよ。サッカーっていうゲーム、えー、理解してないと。えー、さっき言った、え、体の動かし方。将棋のコマの動かし方は分からないで、勝てるわけないですよね。で、 将棋の駒の動かし方分かんないのもそうなんだけど、もっと言ったら目的なんだのか分かってないと分かんないんですよ。で、さらに言ったら、勝ちやすいパターンを覚えてって、どうやったら勝てるかってのを覚えてったら、これ、サッカーの場合、点が取れるんですよ。ね。えー、だから、ちゃんとそういった、えー、部分、あれできんじゃねえか。 っていう部分、これ知らなかったなっていうことの方がきっと多いはずなんで、あのー、実際に YouTube 見てみんな、あのー、うまくなろうとして、あれは、あくまでも氷山の一角であって、今見えてるこれだとしたら、この下の方がすごい実は見え、見えてない。やっぱ動画じゃ伝わらない部分、すごく多いんですよ。だから実際に、北海道から月1回とかね、飛行機で毎月来てるかなとか、またはね、日本中から実際にね、あの、私のどこ来て教わってどうにかなってる子がいるんで、 えー、何やるかっていうと、簡単に言うと、えー、点を取らせてあげます。で、点を取るための術を教えます。まあ、キーパーとか守備の選手だと最初は難しいんですけど、えー、キーパーはキーパーでもちゃんと教えますよ。キーパーでちゃんと止めて、えー、点取らせないようにすりゃいい話ですから。えー、守備の選手だとしても、ボールの取り方もちゃんと教えます。というか、ちゃんと点の、でもね、どこからでも点取れるはずなんだよ、小学校とかなら。で、中学校とかだったら、まあ、 えー、ちゃんとそのポジション、えー、理解と、あとは現時点で出てる子のそのレギュラーをどうやって追い抜くかっていう部分のレギュラー対策までちゃんとやっていくと。で、周りからの良、ねえー、くなったちゃんという声が増えると、えー、やっぱ自信につながっていくんですよ。えー だから本人の内面的な部分で、あれ、俺できるかも、変わった。あれ、なんかちょっとこれ知らなかったができるかもっていうのと、親御さんが客観的にあれ変わったなと思えること。で、これの延長線にあるものが、これ、周りの評価なんですよ。友達だとか、それの親御さん、または監督、コーチ。だから、1、2、3で子供の内心。ね、ここで親御さんのあれ、変わったかな。 三つ目が、ここで、えー、お友達、またそれの親、または監督、コーチと、えー、こういった部分で、えー、変化っていうのを実感してもらえるような個人テストを実際にやっております。なので、えー、やめたいなって思う前に、一回は触れてもらって、で、やめてもいいと思います。あの、やっぱりね、挫折じゃないけど、あら、俺やっぱできねえなっていうふうに思って終わるのは、あの、人がやってること何でもできますから、大抵。 っていうのが私の信念です。誰かがやってることはね、ある程度できるんですよ。 というか、誰かができて、自分ができないわけないって自分は思ってるんですけど、これはちょっと言い過ぎですね。ええ、まあでもそれぐらいのメンタリティじゃないと、当てられないんで、ええ、でもね、本当にね、できるようになるんです。私も一番下手くそだった人間なんで、そのね、できない気持ちはすごくわかる。で、うまい子にしか教えないと思われてるんですけど、今日もね、問い合わせそういうのあったんですが、私はう、ええ、うまい子は別に教えなくても勝手に上手くなると思ってます。下手な子ほどちゃんと来てほしいんですよ。そこにこそ、ちゃんと私のスキルとしては、ええー、 注入していきたいっていうところなので、えー、サッカーわかんなくていいです。安心してきてもらえればと思います。えー、ということで、チャンネル登録、お願いします。